今日は下北沢にいます。というのもなんと5月1日にリニューアルオープンしたおかしなお芋、いもおかしっていうちょっとおかしな名前のお芋屋さんがあるらしい。待ってろよお芋。小田急線東口改札から出てすぐ右に行くと最近できたおしゃれなストリートがあります。でおしゃれなストリートを右に見ると昔ながらの商店街があって、このアーケードを通らずにこのたい焼き屋さんのところを左に曲がります。そしてあとはこの道をまっすぐ行くと終わりかけにちょこんと、あ、いきなりステーキを過ぎると右手に見えてまいりました、あのちょっとと人だかりができているあそこがおかしなお芋。これ飲み物じゃないですよね。こちらはクレープでございます。クレープ。じゃあこのみたらし団子のブリュレ仕立てとディップで焼き芋カヌレ、じゃじゃーん、ディップで焼き芋カヌレ、お芋のみたらし団子ブリュレ仕立て2つを買ってきたんですけど、近くに食べれるところがなかったんで、カラオケボックスに逃げ込んでいきました。まずはみたらしからいきます。これ直前で砂糖をねバーナーでブワーって炙ってブリュレにしてくれるの。だからブリュレ仕立ての団子、その上にみたらしのソースをかけてくれている。パッと見た感じは、まあ、甘じょっぱいよりは甘そうなイメージだね。あとさ、団子の大きさがすごくない？見える？わかるか？でもこれだけじゃわかんないか。ほら親指がもう飲み込まれちゃうぐらい。いけんのかな一口で。俺はいける。ガーン。甘そうって言ったんだけど、みたらしのタレに関しては甘じょっぱかった。ちゃんと。どちらかというと、ブリュレの方が甘いし、お団子もね、ほんのり甘みを感じた。だから、甘い団子とブリュレを実は、みたらしのソースが占めてるぐらい、ザ・みたらしっていう味でした。甘そうとか言ってすいません。ちゃんとお醤油の味がしました。それもそのはずです、江戸時代の終わりぐらいにねオープンした老舗の和菓子屋さんが監修してるんだって。ここまで聞いてどこがお芋って思ったでしょ。さすがです。この間のブリュレされてる下にある黄色いクリームがお芋なんです。わかりますか？つまりね、大きいお団子にお芋の甘いクリームを乗せて、その上に砂糖を乗せて、そいつをバーナーで炙ってブリュレにして、その上にみたらし団子のソースをかけてるっていう、どんだけ豪華なみたらしなのっていうお団子なんです。これは食べなさい。こういうコンセプト系のお団子って、まあ、お団子に対してとりあえず飾り付けみたいな感じするじゃん。違うからね。ちゃんとお団子として美味しいやつが進化してるっていう感じなの。新時代のみたらし団子。もう下北に来たら必ず食べなさい2回目。続いてディップで焼き芋カヌレ。こちらの商品なんと期間限定夏のみです。この下半分紫色の部分が紫芋のラテなって、こっちが生クリーム。ちょっとねお団子が美味しすぎて熱く語りすぎて混ざってきちゃいましたけど、ほんとこれ綺麗にこう2層に分かれててね、めちゃめちゃ美しかったので、温度はね冷たいの。結構時間経ってんだけど、この紫色のストローにやぶみが。これは何かというと、恋みくじがついてんだって。これでね、恋がどうなるかわかるんですって。飲んでから最後に見てみましょうね、これはね。で、まずは飲む前にディップしていきます。見て。これ多分だけど、みたらしソースなんじゃないかなと思ってんだよね。つけてみないとわかんないけど。カヌレ。これね、硬くないの、あんまり。ふわふわカヌレなの。スクイーズなんじゃないかっていうぐらい。割ります。はっ、おー。へぇー、芋、芋だよ、芋。だから柔らかいんだ。カヌレイン、芋。うん、やっぱこれほんとに焼き芋。まんま焼き芋。いや、ちょっと手を加えた甘くしたカヌレ用の芋って感じ。これをだからつけるとどうなるのかってことなんだな。ディップディップディップ。ああ、茶色いカヌレに真っ白の生クリームが乗っかって、そこにさらにこのソースの色がついて、三重奏。あ、ん？あ、ほらほらほら、やっぱり。あの、みたらしのソース。もうこの、僕、このソースは虜だから。うん、まっ。もう一回、ごめんなさいね。ちょっとソースに感動しちゃったんで、もう一回。あー、なるほどね。うん。このカヌレ、ちょっとカヌレっていうか、若干パンっぽいんだよね。だから、こうディップして食べると、生クリームとかがついてるパン。あ、パンケーキ？いや、ちょっと違うんだけど、なんかそういう感じで、美味しい。ちょ、もう一回食べる。柔らかめ。この、クリームが。ラテの上の方のフォームみたいな、多分イメージだと思うんだよね。わかった。これ焼き芋を作ってんだ。このカヌレの中に芋入ってるじゃん。皮と芋なんで、それをこうディップして食べると、このカヌレのほろ苦さが際立って、噛めば噛むほど焼き芋みたいになっていく。不思議だな。なんで生クリームで焼き芋みたいになるんだろう。そこだけはちょっとよくわかんないんだけど、このクリームにもちょっと芋要素がある。芋の味がするんじゃないかな、これ。うん。
そんな気がする。満を持して飲むよ。で氷がちょっと入ってるやっぱり、うん。だからずっと冷たいんだね。だ逆に言うと早く飲まないとどんどん薄くなっていくから。まず下だけ飲みまーす。濃ゆいよ。すごく濃ゆい。マジで紫芋のお芋の質感がもう残ってるぐらい濃ゆいの。まさに紫芋のポタージュです。しかも超濃いめ。市販のあのコーンポタージュを作るって言ったら3倍ぐらい粉入れてるぐらい濃い。すっげえ。だって こんだけ氷溶けてるはずなのにこんだけ濃い。へえ、美味しい。混ぜてますね。はい。あ、クリーミー。え、待って、これ美味しい。濃厚さが、ま、味が薄くなるわけじゃないんだけど、ミルクの成分が入る分、やっぱりちょっとマイルドになる。なんだけど、芋の感じはずっと残ってるから、シェイクになったって感じかな。なんか伝わるかな？わかんないよね。飲んで。おかしなお芋。芋お菓子というね、お芋スイーツ専門店に行ってまいりました。リニューアルオープンして出た夏限定のドリンクも、前々からあるお団子も、どちらもめちゃめちゃ美味しかった。特にお団子が本当に美味しかった。これはね、下北沢に行ったら絶対食べて3回目。やっべ、忘れてました。恋みくじ。これやんないとダメなのよ。さあ、私の恋、どうなっていくのでしょうか。ダダ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 ン。おー、お菓子みくじ。恋みくじじゃないじゃないか。恋じゃなかった。お菓子みくじでした。運勢、中吉、乗り越えた過去があるから大丈夫ということでね。もう今まで来れたんだから、何かこの先あっても、あの頃に比べたら大丈夫というお菓子様からのメッセージかな。頑張っていこうじゃないか。乗り越えた過去があるから大丈夫だよ。ということで、今回は専門店行ってみたんですけど、やっぱね、専門店って楽しいな。今後専門店に行きたいです。専門店教えてください。で、もしこれ飲んだよって方はコメント欄で教えてくれたら、僕のやる気がグググググググッとアップしてくんで、本当にお願いいたします。今回の動画が美味しそうだったよっていう方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それでは皆さんご一緒に、ごちそうさまでした。バイバーイ。本当に美味しいから。